渡り鳥の本格的な飛来シーズンを前に、泉市で鳥インフルエンザなどへの防疫対策について話し合う会議が開かれました、泉市役所で開かれた会議には、市の担当者や獣医師会、養鶏関係者などが出席しました、県内では昨シーズン、泉市などで死んだ鶴やねぐらなどから、抗病原性の鳥インフルエンザウイルスを検出。 薩摩町の養鶏場を含む全国18県の養鶏場でも発生が相次ぎ殺処分の数は過去最多となるおよそ987万羽に上りましたその後の疫学調査チームの分析では養鶏場の壁や天井の隙間からウイルスを媒介するネズミなどの侵入を防げなかったことや 消毒作業が不十分だったことなどが発生拡大の要因とみられるということです出席者は防疫対策や発生した際の措置について改めて確認していました